よし、次もサカナクションの曲を弾いちゃいましょう。多分風、多分風。これね、今さっき練習したんですけどね、わりかし弾きやすいかもしれないですね。そしてね、この曲の特徴なんですけど、まあこの山口一郎さんもね言っててね、わっとちょっと昭和っぽく、もうあれですね、今日から令和、平成から令和に変わったんですけど、これねわっと昭和っぽい、すごいレトロ感を出してるね曲なんですよね。だから途中ね、こうドラゴンボールのオープニングで始まるような、あのポコポンポコポンポコポンみたいなね、そんな音効果音が入ってて、あの私そういうねレトロ感満載なね雰囲気好きなんですよ。でね、サカナクションね、別にこの多分風に限らずね、新宝島もそうなんですけどもね、こういう昭和っぽい雰囲気をこう醸し出してるのも超くすぐられてね、大ファンになっちゃいましたね。サカナクション素晴らしいです。分かってますね、山口一郎さんはね、そういうところでね。今回この多分風っていうのをね弾いていきますよ。早速弾いちゃおうかな。よし、ピンボケしない？よくピンボケするからね。ポコポン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 。ショートヘアをなびかせたあの子、やけに気になりだした。なぜかなぜか今ライトアップの忘れた、弾けてて風で口に入った砂。風走らせたあの子にややつい視線焦らせた、その仕草に Yeah Yeah 風走らせたあの子にややつい視線焦らせた、この季節に連れてかれたら。かっこいいですね、これアコギで弾くとさらにかっこよさがよくわかる。ほらショートヘアをなびかせてたあの子、口に入りかけてた髪が髪が今ダウンビートの静かな風と絡み合った時間。ここからどうなるんだっけな、なんかすごいずっと続くんだよ。ちょっと U フレット通りにちょっとやってみますね。長いぞ。
ここがわかんない。最高ですね。このポコポン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 。これね、なんでこの曲、まあ、今はね、絶賛お魚感謝祭中、お魚フェスティバル中なんでね、サカナクションばっか弾いてるんですけどね、この多分風ってね、わりかしあのサカナクションの中の新曲、かなり新曲なんですよね。でね、まあ先ほど言った通りね、レトロ感前面に出しててね、ちょっとわざとダサい感じなんですよね。ダサい感じ、服装も別にこうディスってるわけじゃなくて、わざとそう率先してね、サカナクション山口一郎さんってね、ダサい格好とかダサい表現とかっていうのをねやっててね、すごい好きですね。この挑戦してるところ見てて、だからもうこんなに人がファンが増えて、サカナクションの曲をみんな聴いてるんですよ。特に新宝島なんてそうじゃないですか。新宝島だってあれ前の動画でもお話ししました通り、これでも君を連れて行くよ、ていねていねていねっていう曲だけど、あれ音楽消してドリフドットドリフの大爆笑ってオマージュしてるんですよね、ドリフのその曲を。だから踊り方もね、もうまさに雰囲気もそのままなんですよね。で、新宝島の話をそのまま行くと、後ろにこうボンボンっていうの、ポンポンっていうのかな、ボンポンっていうのかな、こうワシャワシャしてるやつを、もう本当に昭和っぽい髪型のもさっとした髪型の女性たちがこうやってヒラヒラしながら踊ってて、でね、途中サカナクションのメンバーの顔の間からこうポンポンがこう入っていくところとか、もうたまんないですね。素晴らしい。だからね、サカナクションってね、プロモーションビデオがね、見てて楽しいですね。私ね、そのサカナクションに限らずね、各アーティストはね、必ずね、YouTube でね、プロモーションビデオを見るようにしてますね。もうそれは結構、もう自分が、本当、YouTube っていつからだろうな、自分が高校生の時からかな、よく聞いてたのは、アシットマンとか、アシットマンのイコールっていうのはね、これも YouTube でずっと、イコール、アシットマンっていうアーティストのイコールって曲もね、PV で見ててね、やっぱね、その、プロモーションビデオっていうのは、そのアーティストがどう曲だけじゃなくて映像でどう表現したいかっていうのをね、非常に多分考えて時間をかけて制作してるんですよね、その動画っていうのは。だから非常にアーティストは何を伝えたいか、聞く人側から何を表現して、音楽だけじゃなくて映像もその人に届けてるのかっていうのをね、わりかし考えながら見ているようにしてますね。で、先ほど言った通りサカナクションはわりかしそういう古い雰囲気をあえて出してて、その時代、今サカナクションの曲ってかなりこう斬新で新しいんですよね。なのにプロモーションビデオとかそういう古い映像とか曲調もわざと古いものを取り入れて融合させてってるんですよね。この1個前の動画だったかな、なんだっけ、
忘れちゃったな。何の曲だったっけな、サカナクションの。開く、目が開く藍色だ。目が開く藍色。目が開く藍色でも言ってた通り、途中、オペラみたいな感じになるんですよね。だから、クイーン、アーティストのもう超有名なクイーンも、ロックとオペラを融合させて、ファンを取り込んでったっていうね、すごいことやってるんですよね。なんかずっと語っちゃってるけど、なんだろうな、このちょっと曲戻りますね、多分風。もう多分風っていう、もうこのタイトルからもね、すごいこのタイトルも考えられないですよね、普通。多分風、丸、多分風ってすごいね。もうそしてこの曲調ですもんね。もう最初からかっこいいですよね。ほらショートヘアをなびかせたあの子、やけに気になりだした、なぜかなぜか。このなぜかもね、もう昭和っぽいダサい感じで、もう最高ですよね、たまんない。今アップビートの弾けてた風で口に入った砂、誰もが忘れるあぜ道を静かに舐めてく風走り、知らないあの子と自転車で違った「その瞬間」「トゥクトゥン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 」「風走らせたあの子に」「あれなんか違うね」「風走らせたあの子に」「やつい視線焦らせたその仕草に」ここが好き。で、ちょっと待ってね。この Dm7、この Dm7 から、で、この Dm7 から E7。果てなせたの季節。で、Am。曲調がね、マイナーが多いんですよね、この曲。こうコードで見ると面白いですよね。うん、途中もマイナーばかりですよ。 Dm7 F Am またマイナー Am で G Am7 で F Am C Dm7 F Am G、 そして最後 Dm7 E7。 ちょっと悲しいか、 E7 もなんかちょっと悲しい雰囲気を、哀愁漂う感じですよね。 Dm7 から E7 に入って、で Am。 焦らせたこの季節に連れてかれたら、ほらショートヘアをなびかせたあの子、口に入りかけてた髪が今ダウンビートの静かな風と絡み合った時間。
からなんかずっとこう続くサカナクションよくあるある。なんかこの時間になってくるとそろそろカメラが勝手にシャットダウンしてきそう。心配だな。そしてさっきと同じように Dm7 から E7 トゥクトゥントゥクトゥントゥクトゥントゥクうん、案の定ね、バツンって切れましたね、カメラ。なんだろうな、15分経ったら切れるのかな、それとも、順ときて、はいかしゃーみたいな感じで、毎回なのかな。そして、下の子がこう、遊びに来て、テニスボールをこう、わしゃわしゃやってましたね。で、どこまで行ってたっけな。そう、ここがかっこいいんですよね。ちょっとなんかね、タイミングずらしてたんだよね、本家は。風走らせたあの子にやや追視線焦らせたその仕草に Yeah, yeah 風走らせたあの子にやや追視線焦らせたこの季節曲ですね。特徴、やっぱね、特徴があるのはね、もう何度も言ってるけど、この Dm7 から E7。なかなかかっこいいね。お、そろそろ11時過ぎだ。子供と遊ばないとな。ギターばっか弾いてると怒られちゃうからね。よし、じゃあなんかこの動画見てていいなって感じたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では。